やばい、次来るよ。どうしよう。助からぬ。でもあれだよね、みんな体力、あ、待って、ちょっと待って、賢者のうちワンチャン死ぬかも。だからこれで回復しといて満タンにしとけば死なない。 IQ さんは、 IQ さんはね、これアップしてるんだ。防御してる。いいや、これは殴ろう。あ、TP あるでも。回復して、満タン。誰だ？死ぬのか？ああ、全然耐えてる。で？体力が多すぎる？全然死なないんだけど。全然死にません。ちょっと待って、なんかある。はい。あいつだけちょっと死にそうだ。IQ さんだけちょっと半分切っちゃってる。まあ、いっか。まだ、あ、あれ、強いやつ打っとくよ。これやる。で、何しよう。アイスディフェンス。ミカドール。IQ さん死にそうやからやってあげるか。いやでも戦った方がいいのかな。撃っとくか。まだ死なんしょ。多分。あ、自分で回復すればいいんじゃね。あ、でも何？全回復もったいないな。いやー、なんだかなーって感じだわ。いいや、叩いちゃおう。いけー。これやばい、これマジで。賢者のっちの TP を上げてあげた方がいいね、多分。あ、やべやべ。IQ さんちょっと放置しすぎた、死にそうになってる。ちょっと待ってくださいね。TP。待って、TP はさ、あれじゃ上がんないのか。アイテムじゃ。じゃ、しょうがないね。死にそうだから。え、待って、でも毒取った方がいいか。ちょっと待って、毒取るわ。なんだっけ、なんだっけ。これだ、これ。ウルトラヒール、どう？ウルトラヒール、誰だ？こいつじゃねえわ。こいつ？やべ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 。あ、これね。ほんとだ、これ、これなら全員回復すんだ。ナイス！うん、ちゃんと見ろって話さなきゃ。この子はダメージやっとく。今みんなだってあれだもん、ね、打っとく。君は回復してもらえるから。攻撃、あ、 TP あるよ。なんだっけ、これまだついてんの。いや、やっとくか。え、これすごい、めっちゃ強いじゃん。出たよ。回復するのだるすぎ。ちょ、待て。足りないわ、まだ TP が。これで貯めとく。これで殴るのとさ、普通に殴るのどっちが強いんだろう。MP を回復する。 MP 減ってきちゃった。マジカルアーマー、これまだついてる。みんなまだついてるわ。
君は。あれ TP なんでこいつこんなずっとある。あれさっきこれ使わなかったっけ。え、1? 死ぬよ。死ぬんだけど。魔法防御バフかかってるから打撃。あ、魔法が、なるほどね。打撃した方がいいのね。消えた?消えた?消えた?消えたね。あ、アップのやつがついてたのか、さっきまで。オッケーオッケー。これはどうしよう。あ、撃てんだわ。あれ、あの、賢者の、賢者の剣。これ、これ強いやつ。で、これは、やばい、この子使いすぎて、MP 減ってきちゃった。これに頼りすぎて。そうだ、ちょっと待って。これはさ、普通にこの子で回復させた方がいいんか。アイテムで。これで、こいつ死んじゃうから。で、TP がなぜかずっとあるから、これ切ろう。いけ、いけ。強い。賢者持ち?ああ、そっかそっか。自分たちのあれもなくなっちゃった。普通に殴るか。で、あれこれさ、いいか、これやっとくか。消えちゃったもんね。こいつは敵の、あ、敵用だよね。間違った。押しちゃった。あ、でも、増えてんのかな?ダウンが。よし。あとちょっとですよ。結構じゃない?結構頑張ってるよ。死なないように。魔法。何にしようかな。なんだ、何がいいかな。今んとこ、あ、待って待って。あれ来るやん。あれ来るよね。あれ来ます。来ますけどどうしよう。助からぬね。助からぬ来るんだよ。次来るぞ。教えてくれる。すぐ忘れちゃう。何?どうしたらいいんだろう?来るとき。でも、体力みんなあるから耐えられるよね。満タンではないんだ。賢者の血とか。なんかこれにしとこう。あなたは?あなたは?別に攻撃力アップしてんだよ。相手も防御してんだよ。TP をアップと、一回なんか分からないから。はいはい。しないよね。よし。で、とりあえず。あれ使えない?あー、あと次使えるかも。賢者の剣?あ、この子ってさ、TP 持っててもあれなんだ。ないんだ、スキルが。そういえば。攻撃。あ、これやる。これは敵か。でもまだなってるから、いけー。出た。
出た。でもこれがあるんでね、これでやっちゃいますよ。で攻撃普通にするわ。攻撃する。打撃だね、とりあえずね。え、勝てそうじゃない？あと1万体力しかないもん。あ、撃てる撃てる。あれ、これ撃てるよ。とりあえず殴っとこう。こいつは？こいつあれはできない。54あるわ。あ、いけるじゃん。頼む。あと5000。あ、あとちょっとだったのに。死ぬし、こいつ。こいつ死んじゃう。あ、1足りない。あ、なんかあれ使ってみようかな、これ。ダブルアタック。一回も撃ったことなかったわ。スーパーフィール。これでこの子回復して、お前は味方、お前は普通に行こう。行けるでしょこれは、さすがに。来た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 、みんな倒したんですけど、やばい、勝っちゃった。回復のネックレスだって、どういう意味だ？回復のネックレスか。え、なんかめっちゃレベル上がってたわ。54レベル、さっき30レベルとかだったのに。え、これで復活みたいなのに嫌なんだけど。めっちゃ笑ってるけど。まだ真の姿があるんだわみたいな、嫌なんだけど。勇者ハロルド賢者の地来たね。まったく、お前が実の息子であればと思うほどだ。え、なにこっちが、もしかしてあれ、こっちだってさっきのお父さんはあっちのあれだったよね、ウジンナ氏の父だったよね。わしも新しい世界秩序を見たかったものだ。さらばだ。ああ、終わった。これで全部終わったんだ。ガチで終わった？本当に？疑っちゃう。これでスライム化現象も止まる。またいい BGM が流れてきました。かわいい。マーシャのおかげで僕はここまで強くなれた。あのさ、マシャ。え、なに、告白？もしかして。その、よかったらなんだけど。もしかして。ハロルド。え？まだスライム化現象は止まらない。え、待って、お前？ちょっと待って、お前？え？もう絶望しとるやろ、もう。おい、見てくれ、二人とも！嘘だ。何？倒れてなかったっけ？国王黒マークの首の裏に黒いマークが。そっちか。国王黒マークに黒いマークが。裏切るちゃんじゃないの、これ。国王黒マークが何者かに操られていたということか。これまずいですよ。スライムになっちゃうね。国王黒マークじゃないのか。ハロルド、やめて。ハロルドには伝えなきゃいけないことがある。最悪。ついてきて。気まずいんですけど。あ、ドアよ。ここから先に進んで。ここでね、もう裏切るちゃんしかいないもんね。最悪だね。ここでね、全然裏切んないじゃんって思ったら、ここね。いやー、
最悪、なんかちょっと告白するみたいな雰囲気になってたのに。あ、スパイの兵士もいたよな、そういえば。お父さんの形見のネックレス、結構おしゃれなんだね。え、何急に。でもこのブレスレットは似合ってないと思う。さ、行きましょう。何？これスパイのやつじゃないの？ほら、スパイです。お疲れ様です。だって。新しい世界秩序。それは愛にあふれる世界。捨て子を発見した。誰にもバレないようにこっそりと育てる。教育が大事。あなたは大切な人になるのだから。愛の刻印が記されたものは自分でも操られていることに気づかない。賢者の血を覚醒させるには大切な人が危機に陥る必要がある。どうやって？はロルドの、は、ロルドのママ。ハロルドのママは、2歳の子供が狼に襲われそうになったところで賢者の血が覚醒した。しかし強い魔力を持っていることを知らされると、誰かに迫害されたり利用されたりするだけだと思い、そのことを誰にも知らせなかった。彼女に賢者の血が流れているのなら、当然その息子にも。あ、ママの話ね。賢者の血が流れているだろう。あの男にはこう言っておこう。勇者が強くなるように試練を与えて、そしてその勇者を連れてきて、引き連れてここに来て。あ、宝箱や。あ、めっちゃもらった。王妃確かに見てない。私が心から愛するのは一人で十分。私だけの戦士、鬱陶しい男たちに退場してもらおう。何これ。あ、宝箱だ。家具の守り、何に使うんだろう。愛。人間にとって一番重要なものは愛。今日最後までやる？これさ、どこで終わるのか分かんないからやってんだけどさ、なんか終わりそうじゃない？終わりそう？終わらなそう？終わりそうならやりたい。やりたいけど。中途半端に終わるとなんかね、あれだよね。そのためにあの人とあの子を向かわせて、希望にあふれた世界を、愛にあふれた世界を。いや、これさっき読んだ。あ、もう全部読んだかも。セーブするか。え、これあとどれくらいで終わるんだろう。これ全然終盤じゃないの。今やめてさ、次配信するってなってさ、なんかめっちゃすぐ終わっちゃうみたいになったらあれだよね。めっちゃもらえる。装備変えるか。最強装備。お、変わった。最強装備。よし、よし。勇者の鎧。これもしかしてまたあれ？お下がりになっちゃったやつ？お下がりになっちゃったかも。間違えた、間違えた、めっちゃ押しちゃった。開けていいの？開けちゃうよ。